すみやチャンネルさん、火の鳥の全体が見えていますね。かよぴさん、羽ばたいてますね。尾道市情報探索人さん、オリオン座。すみやチャンネルさん、オリオン大星雲です。五三つ星の全体が入りました。大宮駅さん、おお、綺麗ですね。馬頭星雲は？すみやチャンネルさん、馬頭星雲も後で見たいと思います。寺沢さん、135ですか？すみやチャンネルさん、そうです。尾道市情報探索人さん、M42 綺麗だな。ムグさん、主様、皆様、こんばんはオリオン大星雲ですか？すみやチャンネルさん、ムグさんお帰りなさい。オリオン大星雲の左上はランニングマン星雲です。ムグさん、主様、ただいまです。カロン辺境博さん、M42 の左上には、42番星&45番星、五等星、の周りの三光星雲、グク1973、1975、1977、も見えていますね、星。大宮駅さん、ウルトラマンの家は、M78 星雲ですか？ムグさん、ステラリウム起動しなくちゃ星。カロン辺境博さん、M42 の右下にある大きな星は、ハチサ、三等星、です。この周りにも三光星雲、グク1999、があります。今のところ見えていませんねー。カロン辺境博さん、左上にある星群も双眼鏡で見ると、ちょっとした三回星団ですねー。かよぴさん、皆さんこんばんは。五三つ星の全体像ですか。ムグさん、スシュにマイナス279は、グク、1973、グク、1975、グク、1977、という3つの星雲に分かれています。これがランニングマン星雲カーカロンさんと主様のお話、繋がりました。かよぴさん、いつも工作見えてる星たちが拡大されてる。寺沢さん、新しい望遠鏡だそうですよ。ムグさん、あ、動画アップされてましたねー。世界最小望遠鏡ですか？かよぴさん、拝見しました。カロン辺境博さん、ここは希望の天体が心ゆくまで楽しめるライブですねー星。寺沢さん、棒読みちゃんの新しい言葉、NGC。かよぴさん、棒読みちゃんも学習してるんですね。すみやチャンネルさん、NGC 学習しました。ムグさん、日々で鍛錬。カロン辺境博さん、素晴らしいですね。私も負けずに学習します、星。すみやチャンネルさん、火の鳥の全体が見えていますね。かよぴさん、羽ばたいてますね。寺沢さん、画面いっぱいの M42 もいいけど、周囲の微光星も入ってる映像もいいですね。11等星が余裕で映ってますね。すみやチャンネルさん、F4.5 の明るさの威力ですね。寺沢さん、何分くらいスタックしてますか？すみやチャンネルさん、24分になりました。1400枚です。寺沢さん、おお。すみやチャンネルさん、雲に隠れて画像が荒れてきました。カロン辺境博さん、星雲の中が立体的に見えましたねー、ハト。かよぴさん、11等星も見えてたのかすごかったですね。すみやチャンネルさん、晴れるまでしばらくお待ちください。ムグさん、はぁ、さっきの映像、素晴らしかった星。ムグさん、予報だと日付変わるまでは晴れマークらしいんですけど、あと1時間保ってほしいです。かよぴさん、リゲル発見。ムグさん、巻き戻して拝見してます。オリオンの失われた宝石、デコレカー NGC1980 も見えてました星。カロン辺境博さん、ムグさん、詳しいですねー星シェルテリン。ムグさん、いえ、わからないのでステラリウム見ながら、主様とカロンさんの言葉を追ってました。カロン辺境博さん、オリオン座の下半身は三光星雲の集まりですねー。ムグさん、あと、寺沢さんとかよぴさんの話していたこともやっと納得。寺沢さん、なんだっけ？カロン辺境博さん、
星雲名とかあまり知らなくて、すべてを記載した専門書がないかなぁと思っています。ムグさん、11等星見えてた。って星。寺沢さん、カロンさん、ステラリウム入れましょう。ムグさん、オリオンの失われた宝石八さ、ランニングマン星雲、ニツオリコーになりましたかお。カロン編教博さん、なんか本が好きなんですよね、シェルテリン。寺沢さん、読書好きですか、いいですねー。私の際になると小さい文字読むのが辛くなってきてます。カロン編教博さん、ランニングマン星雲のある42&45番星とかは固有名詞があってもいいくらいですけどねー、星星。近くに大きな図書館があるので、気になるとすぐに行きますねー。ムグさん、3つはっきりしていた星ですねー、45番星名前探してました。ないんですね。ムグさん、あと、前回も疑問だったのが、トラペジウムはなんでステラリウムにはベックリン星って寺沢さん、星の固有名と星団名の違いかな。スミヤチャンネルさん、燃える木と馬頭星雲。カロン編教博さん、そこはググってみるといいかもですねー、シェルテリンググ。ムグさん、ほう。カロン編教博さん、一番大きな星は、三つ星の一つある二択、二等星、です。星星星。ムグさん、はい、カロンさん、いろいろベックリン星の検索の仕方変えてるんですが、絵画が出てきてしまうんです。引き続き調べます。カロン編教博さん、頑張ってくださいねー、その方が覚えやすいですからねー、星。ムグさん、はい、楽しいですから。カロン編教博さん、右にある大きな星は5連星のシグマ星、3等星、です。上にある小さな双子の星は晩星、7等星、ですねー星。スミヤチャンネルさん、雲に隠れてしまいました。カロン編教博さん、いや、違ったかも。13秒に1個、43秒に1個らしいですー。寺沢さん、1965、都市、エリック、ベックリン、エリク、ベックリン、とノイゲバワーによりオリオン大星雲中に発見された波長、ニミュウ M の近赤外線で明るく輝く点、原、分、天体。カロン編教博さん、燃える木星雲、NGC2024 の周りに文福2023や IQ 432、435などの青い三光星雲がありますが、見えにくいのでしょうねー。ムグさん、風風。寺沢さん、光害で空が明るいと青色は映りにくいですねー。スミヤチャンネルさん、もうすぐ雲が晴れそうです。カロン編教博さん、ところで、失われた宝石星雲とは、NGC1980 とんぐく1999のどちらを指すのでしょう？かよぴさん、失われた宝石星雲。ムグさん、失われた宝石派星雲ではないと思います。NGC1980 の八差のところに。かよぴさん、初めて聞きました。ムグさん、失われた宝石、下の剣、とステラリウムに記載がありました。ムグさん、オリオンの失われた宝石星団だそうです。カヨピさん、ムグさん、今夜は私も一つ、お利口になりました。ムグさん、なんだかネーミングが綺麗で目に入りました。カヨピさん、ステラリウムって海外のソフトですか？ムグさん、NGC1980、ルグン977、クア72、セド 55F、とステラリウムには記載があります。これは調べる参考になりますか？ムグさん、ステラリウムって、どうなんでしょう？私もよくわかりません。でも、スマホにもパソコンにも無料で入れられるアプリらしいです。ムグさん、ステラリウムは寺沢さんの方が詳しいかと思います。私もおすすめされて入れてみました。かよぴさん、無料というのがすごいですねー。かよぴさん、親雲が切れましたね顔。ムグさん、主様、
ライブスタックされてるのかな？スミヤチャンネルさん、別の天体に挑戦中です。ムグさん、おお。カロン辺境博さん、ちょっと調べてきたら、NGC1999 はハチサの下にある反射星雲で、ハチサのところにあるの岩北1983恒星雲で、それが失われた宝石と呼ばれるらしいですね。カロン辺境博さん、ムグさん、ありがとうございました。これで一つ知ったかぶりが治りました、シェルテリン。ムグさん、カロンさん、ありがとうございます。そんなボリューミーで複雑な宝石箱を開けたらてんこ盛りだったんですね。教えていただけて嬉しいです。カロン辺境博さん、オリオン座の下半身は、三恒星雲以外にも超新星残骸だらけですね。カロン辺境博さん、特に、右足部分には巨大な超新星残骸バーナードループ、フッシュにマイナス276、があります。いつか見てみたいですね。カロン辺境博さん、いつからかわかりませんが、日本の一部地域ではベテルギウスを平家星、リゲルを原始星と呼ぶようになりました。星。カヨピさん、巨大な超新星残骸か。凄そうですね。カロン辺境博さん、かなり大昔に爆発して、そのガスが広範囲に広がった様子ですね。白鳥座にあるシグナスループ、猛獣星雲など。カロン辺境博さん、と似ていますね。カヨピさん、どっちもループがつくんですね。カロン辺境博さん、円形に広がっていく様子そのままですね。カロン辺境博さん、いつか M1 か2星雲もキャンサーループと呼ばれるのでしょうね。カニフワー。カヨピさん、そしていつかは、大獅座を覆うほどに。カロン辺境博さん、そっか、その頃はカニでも何でもなく、タウルスループになるのかな。カニやー。カヨピさん、thank you.